徳島大学研究支援産学官、産官学連携センター特任准教授の荒木博之先生より地方創生産学連携の取り組み事例について、情報基盤を活用した研究シーズと企業の求める研究ニーズのマッチングシステムと題してご講演いただきます。それでは荒木先生、よろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございました。本日このような場でご講演させていただけるということで、大変ありがたく思っております。今までですね、全体の流れで、まあ、携帯電話鳴ってますけれども、研究 IR ということで、まあ、いろいろお話しいただいたと思います。で、私の方ではリサーチマップとの連携において、共同研究をどういうふうに生み出すかということで、まあ、今回のテーマ、地方創生産学連携の取り組み事例についてということでお話しさせていただきたいと思います。で、ちょっと私のバックグラウンドを少しお話しした方が良さそうなので、こういう簡単なちょっと略歴を持ってきております。2007年に、九州大学のテクニカルスタッフという形で、基幹リポジトリシステム、研究論文のデータベースの方を構築しておりました。で、その後九州大学発ベンチャー企業にて IT システム系をやっており、2008年から熊本大学で産学連携をやっていると。で、その後産学連携から URA をやってくれということで、熊本大学の中で統括コーディネーターということでやっておりましたところ、徳島大学の方に採用されましたので、そこで産学連携をやった後、現在また URA をやっているという状況になっております。で、まあ、産学連携やったり URA やったりという両方の間をずっとやっているというところがバックグラウンドとしてあるということになっています。で、もう一つちょっとご紹介したいのが四国の取り組みについてちょっとご紹介したいと思います。で、四国の方では四国五大学連携による地のプラットフォーム形成事業と言われまして、3つの事業が走っております。 e ラーニングと AO 入試と産学連携ということで、私がいるのは産学連携のところにおります。で、この産学連携のところのメンバーは実はこれだけのメンバーしかいません。で、機構長というのは徳島大学の副学長というふうになっております。で、実際じゃあ誰が動くのかというと、ここに書いてあるメンバーしか動いてないので、2、4、6、8人ぐらいしか動く人間がいないと。で、このような中で、まあ、壮大なこういう組織図があるんですけれども、各大学にアソシエイトがいて、まあ、立派な組織がありますというふうになっています。で、こういうふうな担当になっているということになっています。で、その事業の中でもマッチングシステムというものを構築しないといけないということでしたので、核になる四国と各大学との連携体制の構築と強化ということで、情報事業が目玉となっております。で、この中ではマッチングシステムの設置と言われまして、五大学の研究者と企業とその間にコーディネーターがいて、こちら皆さんが利用できるシステムを構築しましょうという非常に夢のあるシステムの構築というのが私のデータベースの本になっております。で、研究者情報について、実はこれ構築、箱物を構築しましたら、まあ、アソシエイトが入力するということになっていたんですけれども、実際ですね、皆さんやられていて分かると思うんですが、研究者がじゃあいろいろなデータベースに自分のデータを入れるかと言われると、もうさすがに研究の方が重要なので、もうデータベースにばかりとらわれられないというふうになっております。そうすると、まあ、各大学にあるデータベースっていうものがどういうふうな状況なのかはもう皆さんがご存知ではないかなというふうに思っています。それとこの事業の方でですね、問題になりましたのは、一大学ということであれば学内のデータベースを有効活用して、まあ、次大学のデータベースをどのように連携すればいいかというふうに考えればよかったんですけれども、今回5大学というふうになりましたので、各大学のデータベースの有効活用は非常に難しいというふうに考えておりました。で、各大学のデータベースの調査やデータベースに合わせた収集方法の確立を考えると、こちら非常にお金があっても足りないという状況になっています。で、研究者学外に情報発信は必ずやっているということに気づきまして、まあ、大学内のデータベースに登録するのは後手後手になっているから、まあ、学外にあるデータベースを利用しましょうということで、今回リサーチマップとの連携をさせていただいているという流れになっております。で、今回ご紹介させていただくマッチの概要というのは、マッチングシステムフォーアカデミアテクノロジーコラボレーションウィズインダストリーという、まあ、無理やりこう横に並べた
ものなんですけれども、5大学の研究者情報を集めてそれを産学連携に生かしましょうと。でこのデータベースの特徴としましては、これまでの課題として大学と地域企業との壁があるので、これを解決したいと。地域ニーズの掘り起こしが不十分であったり困難で、東京ライセンス活動だけでは解決できない技術移転があると、研究分野による専門用語の難解さによる社会連携の齟齬が生じるというところを解決しようということで開発が進みました。で、実際どのように運用しているかというと、現在運用の方はアソシエイトの方が行うと。で、私の方がこのマッチというシステムの構築や保守を行って、四国 TLO の方がアソシエイトからの依頼によって産学連携を行うというシステムを現在構築しております。で、マッチの概念図に至っては、企業の方がログインして研究者のシーズを探して、それにマッチするようなものを探して連絡すると、コーディネーターの方が研究者とのマッチング調整を行ってくれるというようなお見合いシステムになっています。で、こちらですね、皆さんの資料にあると思うんですけれども、ご興味ある方はこちらのデータベースにアクセスして実際使っていただければと思っています。でそれで、事例の方のご紹介をさせていただくんですけれども、じゃあ実際どのように、進めたかといいますと、リサーチマップさんと連携させていただいたことによって、実際ですね、徳島大学の中にありました研究シーズ集というものは、実際入ってたものは100件程度しか入ってませんでした。それをリサーチマップと連携させていただいたことによって、現在7446件のコンテンツが収集できております。で、こちらですね、まだそこまでアナウンスしてないんですけれども、共同研究の方が、ここには3件って書いてるんですけれども、もう現在6件成立しています。で、その中でも面白いものを3つ持ってきたというところで、ご紹介させていただくと、旅行会社との共同研究であったり、医療機器メーカー、あとは地元企業との共同研究というものが生まれましたということになっています。で、こちら、もう一度システムの概念図に戻りますと、このようなシステムで動いているということなので、企業さんの方が実際見て、この先生とコラボしたいというふうな連絡が来たものもありますし、地元企業さんに至っては、基本的にコンサルティングを行って、このデータベースが活用できたという事例になっています。で、システムの方のご紹介をさせていただくと、ここの5大学がありますので、こちらの5大学の情報を自動収集システムを使って J グローバル、科研、そしてリサーチマップの情報を収集し、シーズ情報としてコンテンツを入れているということになっています。で、四国5大学で現在1万件以上のコンテンツが収録されており、ぼちぼちと企業さんからの連絡も来ているということになっています。で、宣伝になりますけど、もう一回見てくださいということ で、それでシステム会社との事例についてご紹介させていただくと、今まで私も産学連携の方で共同研究等は行っていたんですけれども、産学連携をやっていると共同研究やりたいということで、ご連絡来るのは大体先生と決まってしまっているものであったり、途中までも出来上がっているものが多かったです。しかし今回このシステムを利用することによって、ゼロベースから共同研究を生むことができたというふうに思っています。こちらファーストキャメルさんという企業さんなんですけれども、こちらの企業さんはウェブアプリケーションの開発における課題を解決してほしいということでご相談がありましたので、こちらをマッチングシステムを利用し、研究者を該当させて、現在このウェブアプリケーションの開発は一旦終了し、もうこちら市場の方に出ております。で、こちらの方ですね、ファーストキャメルさんは第2弾の方ということで、また別途ウェブアプリケーションの開発がまた共同研究として生まれたという事例になっています。で、次も同様なんですけれども、検査機器の開発における課題を解決してほしいというご連絡がありましたので、こちらの方に関しましても該当する研究者がいないかということで、連携させていただいたというふうになっています。こちら成果が出てないので研究者名とか出せないので申し訳ありません。で、一番最後ちょっとご紹介して面白いのは、この地元企業さんから、ご連絡いただいた事例なんですけれども、学術的なエビデンスが欲しいということでご連絡いただいておりました。こちら私の方に連絡が来る前に TLO さんの方にご連絡されたみたいなんですけれども、 TLO さんの方では解決ができなかったというような事例になっています。で、実際ですね、企業さんと話を聞くと、キーワードで専門用語がたくさん出てきていました。
で、その専門用語としてこの2つ、石棺ということと微生物という2つのキーワードが出ましたので、こちらのキーワードをもとに研究者を検索しました。そうすると2名の研究者がヒットしましたので、研究者との面談を行い共同研究へ進んでいるというところになっております。で、実際TLO さんの方も頑張られたんですけれども、情報量がやはり違うということで、このデータベースの活用事例として非常に有用なんではないかなというふうに思っております。で、実際産学連携を行ってきていて、必要な情報って何だろうということなんですけれども、企業さんの方から必ず言われるのは研究者の情報が欲しいということになります。で、企業の方が勝手に研究者のところに行くという事例も多発していると思うんですけれども、そのような状況があるというのは、まあ、我々コーディネーターであったり URA という人間が研究者よりも情報を持っていないということだと思います。要は研究者の方が情報をより多く持っている状況なので、企業の方が直接研究者の方にアクセスするということであれば、URA とコーディネーターであったりが正確なデータをより多く持つ必要があるんではないかなというふうに思っております。で、そこで一番重要になってくるものに関しましては、研究室を歩いて研究者の情報を収集して回るということも重要なんですけれども、そのゴシップネタを集めたところで正直あまり有用ではないということが分かってきました。それはどういうことかと言いますと、結局企業さんと共同研究を行おうと思った時の交渉のカードとして、あの先生はサーフィンが大好きですというようなご紹介をしたって、そこまで有用ではありませんよね。ということは、実際ビジネスとして展開しないといけないということは、正確なデータ、要は研究を何をやっているかという情報が大変重要であるということになってきます。お茶飲み友達程度で終わっているものに関しては、実際見てみると有用な事例っていうのは多くは出ていないと思っております。であれば、この正確なデータって何だろうというのを追求しないといけない。すでに移動した研究者の情報が収録されているようなデータベース、皆さん活用されてませんか？大学のデータベースを見ると、基本的にもう移動した研究者のデータが残っているとか、退職した研究者のデータが残っているという情報が氾濫しており、企業さんからもあの先生移動してるのに入っているよねとかいう、逆に指摘されてしまうというような非常におかしな情報があると。で、次に重要なのは、ある程度新鮮なデータが必要なんじゃないかなと。研究というのは、じゃあ1分1秒で新しいことが生まれるかというと、その1分1秒生まれたものをすぐデータベースに反映するような技術っていうのは現在ありません。じゃあどういうふうなデータがあるかというと、学術論文誌で発表したものであったり、科研という形で報告書を出したりというもので成果が出ている。で、研究者の研究室訪問をした時に得られる新しい情報っていうのは、どちらかというとコンフィデンシャル情報なので、企業の方には絶対お伝えできない内容になっています。で、それを非公開データと公開データを混ぜながら交渉をしてしまうと、やっぱり大学にとっての非常に損失になるということであれば、公開しているデータをいかに駆使して企業とのコラボレーションを進めていくかということが重要になるというふうに思っております。ということであれば、そのデータベースの中に収録されているデータっていうのは、もう20年も30年も前のデータを入れていても仕方がないので、まあ、ある程度新しいデータが必要でしょうというふうに思っております。そしてこれが多分一番重要なんじゃないかなと思うのが、企業の方っていうのは情報をたくさん持っている人材に接触する傾向があるということになります。こちらですね、まあ、今までのお話にもありましたけれども、研究者の分析っていうのをしっかりやっておくと、企業さんの方が逆に、我々コーディネーターの方に接触してくる機会が多くなってきます。実際、MSD の方なんかとも接触する機会が多く、あなたの大学の中にいる研究者で面白い研究者いませんかっていうのは、まず私に来るようになってます。で、次に、大阪商工会議所さんなんかも今ライフサイエンス系でのセミナー等行われてますけれども、まず
研究者を紹介してくださいというのは私の方に情報が入ってきます。でその次にどうするかというと、このデータベースを利用してご紹介できるような研究者を探していくということで、もうすでに何名ですかね、7名程度の研究者をご紹介したという実績があります。なのでやはり URA の方であったり、コーディネーターの方であったりというのは、ゴシップ情報をこう入手するんではなくて、やはり正確なデータをいかに入手するかというところに主眼を置いてほしいというふうに思っています。で次にですね、産学連携ということで大事なことをよく言われるんですけど、これ喧嘩売ってるかもしれないんですけれど、コンタクトスポーツも大事だと思います。これは非常に重要なことだと思うんですけれども、スポーツと言っている状況から脱皮する必要があるんじゃないかというふうに思います。スポーツからビジネスへの発展をさせることが重要だと思いますけれども、そのためにはより多くの情報を持った上で交渉することが大切ですし、現在新しくデータベースを作るということよりは、データビッグデータの有効活用が必要であるというふうになっています。で次に研究者の分析が重要であると。研究室訪問をするときに、その研究者の情報を調べないで行く人はコーディネーターと言えないと思っていまして、やはり研究室がどのような研究をやっているかというバックグラウンドはまずは調べないといけないと。それを調べるときに、皆さん何をお使いですかっていうふうに聞くと、大体 Google 使ってますと。で Google の情報っていうのはいろいろな情報がありますので、ノイズが乗っかっているときに、どれがノイズでどれが正確なデータであるかっていうのを自分自身が見極めないといけない。そうであれば正確なデータが手に入るリサーチマップなどを活用することが重要であるというふうに思っています。ですので、ここで大学はリサーチマップを有効に活用することが大切ですということを言いたいというふうになっています。で実際なぜ、ここまでリサーチマップ使いましょうと私が言わないといけないかというと、2年前ですかね、研究大学強化促進事業といういろいろな大学からですね、問題視されました事業があったと思うんですけれども、あの募集要項の中にはリサーチマップを活用することというふうに、きちんと書いてあります。でそれをきちんと理解されている大学さん、先ほどご紹介ありましたけれど、北大さんであったり京大さんという、研究大学強化促進事業に採択されている大学さんはもうすでにリサーチマップを活用して研究大学としての道っていうのを歩まれているというふうになっています。であれば各大学もリサーチマップを活用して研究者情報をしっかりと一元管理していく必要があるというふうに思っています。でもう一点ですね、リサーチマップの有用性っていうのを考えると、研究者が移動してきたときに、その研究者のデータをじゃあ次誰が集めるかっていうふうになったときに、リサーチマップに登録されていればもうすべてその情報はすぐに手に入ると。研究者は移動する人物なので、やはりこういうところで一元管理して情報を収集することが大切であるというふうに考えています。でそういうことができることによって、各大学に存在する IR をやる人間人材の方々が、すぐ研究者の情報が手に入るということになりますので、ぜひ、リサーチマップを活用していただいて、マッチングシステムを活用していただければと思っております。で、煩雑な話になりましたけれども、最後に、URA 人材の情報交換と IR 人材の教育ということで、リサーチアドミニストレーター協議会というものが立ち上がって、もうすでに第1回年次大会の方も開催されました。で来年は、また9月開催予定ですので、こういうところでですね、いろいろな情報交換をさせていただいて、分析を行う人材の育成であったり、各大学の情報交換をさせていただければ非常に嬉しいなと思っております。すいません、ありがとうございました。荒木先生、どうもありがとうございました。